はい、3月25日、20時51分にやりましたけども、今、東京の方がね、すごい、都知事の発表、びっくりしましたね。私の放送を聞いてる方は、これは1ヶ月前ぐらいから、こうなるよっていうふうなことをね、聞いてると思います。まあ、ただね、私、4月の中旬から下旬になると思ったんですけども、なんと3月中になっちゃいましたね。都市封鎖とまでは言いませんけども、都市封鎖の第一歩ですよ。都市封鎖っていうのは、まずこういうところから行われてきて、週末の外出規制から、平日も深夜はやめてくださいねっていうところから、特定のスーパー、ドラッグストア、医療関係、施設以外はダメですよみたいに、だんだん、ね、範囲が来ますからね。で、東京の次はどこかなっていう不安もあるでしょう。うん、まあ、それは別の放送でお話してますんで、今日はですね、そんな時でもお金を稼ぎ続けられる FX のことについてちょっとお話します。これがですね、正午あたりの私の相場解説の図なんですけども、現在どうなってるかってことをね、見てみるともう一目瞭然です。現在の図はこういう風になってます。どうですか？予告通りになったでしょ？こういう風に三角形が2つね、こういう風になってるじゃないですか。ちょっとずれましたけども、こんな感じでね。見えます？この形が今ですよ。今ね。で、私が正午に引いたのが、これです。どうでしょうか。ちょっと並べてみたいんですけど、なかなか並ばないですけどもね。で、これが、上が正午、下が下ですよ。下が今ですよ。だからこれがね、だから見えるようになってくれば、どうでしょうか。勝てるんじゃないですか。で、これが、もう問題です。これは、なんとかトライアングルって形になってますよね。なんとかトライアングルってことは、上に抜けるのか、下に抜けるのか、ね、興味深いですよね。どっちだと思いますか？これはだから、公式を知ってれば、高い確率で、このブレイクを狙えるっていうことになってきます。もちろん、その通りに行くかどうかは分かりませんけども、何も知らずにやるよりは、かなり確率が高いということなんですよね。だから、勝てる人って、いつでも勝てるんですよ。で、株はね、空売りの問題とか出てきてますけども、空売りはどうするべきかとかね。基本的に上がった時しか株は儲かりませんけども、FX って上がろうが下がろうが、どっちでも勝負になるんですよ。いつでも何万でも何十万でも稼げるんですよね。それこそ出金はいりませんから。ただ反面ね、これどんな価値を生み出してるのかなっていうと、私は答えに詰まります。こんなマネーゲームが実体価値とかけ離れてるものだっていうのは、本当にね、よくわかってるんですよね。これ個人的に豊かになるだけですから、社会を豊かにするものではありません。その葛藤にビジネスを通じて、まあ、生きてきた私はね、未だに矛盾を感じてるんですけども、でも FX やったら利益になるから止まりません。だからこれが実体経済とバーチャルなね、その金融経済ってものをものすごくバランスを悪くしてるんだろうなというふうな哲学にたどり着いてしまいました。怖いですね。はい、その件についてはまた別の放送でお話します。今夜は以上です。